はい、こんにちは。今日は2021年福島県立医科大学の問題です。問題はこちらです。fx イコール絶対値の x2 乗プラス x マイナス2プラス絶対値の x2 乗マイナス x マイナス2の極小値を a、極大値を b とすると。で、方程式に fx イコール a たす b の解をすべて求めようといった問題ですね。まあ、とりあえずこれなんですが、fx のグラフを書いてみて、極大値、極小値を求めてみましょうと。でこれ絶対値外したいんですが、その前にこれ見てみると、x にマイナス x を入れると、これはちょうどこれになりますよね。そしてこっちに x にマイナス x 入れると、これはちょうどこれになりますよね。つまり、この fx にマイナス x を入れても変わらないよと。つまり f マイナス x っていうのは fx になりますよね。マイナス x 入れても fx と等しくなるので、これ偶関数ですよと。fx 偶関数ですから、y 軸で対称ですね。ですので、x が0以上で考えましょうと。これ偶関数ですから、x が0以上で考えて、最後に y 軸で折り返せば OK ということになります。じゃあ、x0 以上で考えたときに、じゃあまずこっち側っていうと、x2 乗プラスの x マイナス2っていうのは、これ因数分解できますよね。xx で、プラス2とマイナス1ですね。で、こっち側は x2 乗マイナス x マイナス2。これも因数分解できて、x マイナス2と x プラス1になりますね。ということで、これの2つのグラフはっていうと、こっちのグラフは、こういうグラフで、マイナス2と1ですね。軸と交わるのがマイナス2と1。で、こっち側は、2とマイナス1ですね。マイナス1と2ですよと。今、x0 以上で考えているので、ここが2、0っていうのがあるよと。じゃあ、0以上で考えたときに、じゃあ、今、0から1の範囲ではここ、負ですよね。こっちが負ですよ。今、絶対値外したいので、正か負かを考えたいよと。で、ここは負ですよと。こっちが正になりますよと。こっちが負、正になるので、じゃあ、まず0から1の範囲では、x が0から1の範囲ではこれ負、こっち側も負ですよと。両方負になるので絶対値外すと fx はこれ負ですからマイナスマイナスになるのでマイナス x2 乗マイナス x プラス2。こっち側もマイナスになるのでマイナス x2 乗プラスの x プラス2ですよと。そうすると計算するのとここは消えてマイナス 2x2 乗プラス4ですよと。マイナス 2x2 乗プラス4というふうになりますよと。で次1以上で、で次2までで見ましょうか。1以上、2以下の時には、1以上であればこっちは正ですよと。こっちが絶対値外すとそのままこれになりますよと。つまり、x2 乗プラス x マイナス2。で、こっち側は2以下であればまだ負ですから、こっち側はマイナス。つまり、マイナス x2 乗プラス x プラス2になるよと。で、これ計算するとここ消えるので、2x ですね。ここは 2x になるよと。で、次に、じゃあ2以上ですね。x が2以上であれば、両方正になるので、そのまま絶対値を外して足せば OK ですので、2x2 乗マイナス4というふうになりますね。ということで、場合分けして3つ出ましたよと。今、x が0以上で考えたとき3つ出ましたよと。あとはこれグラフを書いてみると、どんなグラフになるかっていうと、xy 平面上で、x が0から1の範囲であればこれですよと。x が0のとき4ですので、まあ、この辺に4っていうのがあって、で、こう、こういうグラフですね。で、x が1の時には2ですよと。ここですね。この点通って、要するにこういうグラフですよと。こういうグラフ。で、次1以上2以下であれば、y イコール 2x ですから、こういうグラフ。で、x が2の時がちょうどここ、4になりますよね。ですので、こういう直線のグラフですよと。放物線がこうあって、ここから直線。で、最後、2以上の時にはこれですよと。で、マイナス4ですが、この辺にあって、こういう放物線ですね。こういう放物線になりますよと。で、ここからこう伸びていくよってことですね。放物線のこれ一部ですよと。で、こんなグラフになるので、これをあと y 軸で折り返したのが、このグラフということになります。じゃ、これ折り返すと、マイナス1で、こうなるよと。で、ここからマイナス2で、4ですね。こうなって、そして最後放物線がこうあるよと。まあ、こんなグラフになるかなと思います。でこれが今このグラフ、fx のグラフで、そうすると極大値極小値はっていうと、こう下がってきて、またここから下がってきて、ここで下がって上がるよと。ここで、下がって上がるということで、ここが極小値ですね。そしてここで上がって下がるよということで、ここ極大値。また下がって上がるよ、極小値。ですので、ここ極小値はっていうと、要するにここの2ですね。で極大値はっていうと、ここですので4ですよね。
ということで、下がって上がる、上がって下がるという部分を見てあげると、極小値が2で、極大値が4。つまり、A が2で、B は4ということがわかります。ですので、ここは6ですね。で、2で割ると3になりますよと。FX イコール3ですよと。これの解を求めようということを言っているわけです。今これが Y イコール FX のグラフで、FX イコール3ってことは、まあ、Y イコール3ですね。Y イコール3っていうと、ここですよと。ここに y イコール3というこの直線のグラフがあって、これと y イコール fx の交わったところが解ということになります。つまり求めたい解はここの値ですね。ここで交わっている。あとここで交わっている。こことここの値が分かれば、あとこれマイナスしてあげればこことここの値も分かりますよと。つまりここの値を知りたいよと。じゃこれは連立すれば OK で、じゃこっちのグラフはっていうと y イコール 2x ですから 2x とy イコール3を連立すれば OK で、これは x イコール2分の3ですね。この値というのは2分の3になるよと。じゃあここの値はっていうと、これはこれですよね。これと y イコール3ですから、これイコール、つまりマイナス 2x2 乗プラス4イコール3、これを計算すれば OK で、これが 2x2 乗イコール1ですから、ルート2分の1ですね、プラマイ。つまりここの値というのはプラスの方でルート2分の1で、こっちがマイナスルート2分の1。つまり、求める、これの解っていうのは、プラマイルート2分の1と、プラマイ2分の3と、この4つということで、求めることができました。以上です。ありがとうございました。